お願いしますね。はい。今日夕方、4時5時の間くらい迎えに来たらいいですね。はい。わかりました。ちょっといいですか。お家ないって言われましたよね。ああ、これ持ってきたんですけど、ね、あ、本当です。あ、でもこうお腹見えますよね。可愛いけど。心配でした。ちょっとお腹が見えますもんね、これ。ああ、ちょっと待って待って待って、ね、肩に登ろうとしている。これ一応試しにつけたんですから、はいはい。で、先生どうですか。一応外してはないけど、今それあげてもらうか。これお腹が新しいの。ああ、お腹が出ますか、ね、うん、かわいい。どうしよう。ここが出るって言ってる。これカラーがですね。じゃあこれの新しいのができますからね。はい、大丈夫だった。で、今日注射、抗生物質の注射を打ってるから、はい、明日の朝から朝は薬を飲ませていただいて。あ、明日の朝から薬ですね。はい、はい。この人は結構もう脂肪がいっぱいあるんですよね。あ、今ただひょっとして成長期用の食事とかあげてたら、もう大人用の食事に、大人用の食事ですね、切り替えられた方がいいと思います。大人用の食事、カロリー高いから。あ、運動不足かもしれない運動不足だよ。ここに絞りがあるので、はい、ちょっと押してもらって、はい、ちょっと締めて、で、そう、指2本入るぐらいの余裕があれば、あ、はい、いいかな。ちょっと、で、一応ここなんか結んでおきますね。うん、はい。バッチリ用。